はい、ラプラス発見です。スーパーボール取れました。スーパーボールで、はい、ちょっとなかなか勇気ある。前負けたもん。あ、そっか。そうです、あれからずっとスーパーボールですよ。あれ、あれ今日一発目取ったのもスーパーボール。そうか、あれだ、ラプラスハイパーボール記事出せば。あったあった、それは。めっちゃスーパーボールで。そうだ、さっきスーパーボールだ、スーパーボールでやってたの。そういうことっすね。ファイルハイパーで楽々ゲットです。はい、ラプラスゲットです。これ大きくなりましたよね、ラプラス。大きく、でかくなりましたね。 CP の表示もう隠れるなくなっちゃって。そうですね。はい、本日、アップデートありまして、まず今ジムが、入れない状態になっております。形も変わりましたよね。そうですね、形が変わって、あとこれはスワイプするとこうアイテムが出るように変わりますという内容でした。こっち触ってみてもらっていいですか。ここは今のところジムはまだ準備中です。なってます。はい、じゃあ、あと変わったところが、変わったところが、そうですね、レイドバッジ。そうですね、レイドバッジとはジムバッジ。ジムを訪れ、トディスクを回すジムバッジを手に入れることができます。このジムを守ったり取り返すためのバトルをすることでバッジのランクを上げることができますというものが、今入っております。なので、普通常のストップではなくてジムのストップで回すと、ジムバッジが手に入るかもしれないという話ですね。あとレイド。そうですね、今のところレイドバトルに参加することができません。トレーナーレベルを上げてから試してみてくださいとあります。これ多分実装前だから今こういう状態になっているのではないですかね。これが変更点、今のところすぐなんか分かる。そうですね、実際の変更点。あとちょっと分かりやすく、あのキャラクターがでかくなりましたね。あ、さっきのやつですね。カビゴンが極端に大きくなってます。顔で CP が隠れるぐらいですね。3回りぐらい大きくなりましたね。あとポケモンの検索機能つきましたね。それで、そうですね、これでラプラスが出てくるという、そうですね、検索機能がついてます。はい、じゃあ今後 の、 あのバトル実装に伴ってですね、伝説が実装されるのではないかというところで、純伝説、純伝説ですね。はい、で、そこに対しての、準備を進めていきたいと思います。で、ファイヤーは、炎飛行タイプになりますので、弱点が岩、電気、水になるのではないかというところです。スイちゃん的予想はいかがでしょうか。スーちゃん的予想は、なのでちょっとシャワーズ、ゴローナ、サンダース、この辺のちょっと当たり技がいるとちょっと楽なのかなっていうところですね。シャワーズ、ゴローニャ、サンダース、ね、サンダース、はい、水、電気、岩、水、電気、岩、はい。で、今、シャワーズは技は、技は、水鉄砲、ハイドロポンプが当たりですかね。まあ使いやすいですね。そうですね。ゴローニャは、ゴローニャは岩落とし、ストーンエッジ、サンダース、サンダースは電気ショック10万ボルトがまあおすすめかなというところですね。で、今持ってないのでそれでこれから進化をすると、はい、そうですね、はい、じゃあまず 100% からやっちゃいましょう。これ 100% これ気をつけ、いや気をつけなきゃいけないのがですね、うん、これ EV の場合もう30キロ一緒に歩いてるんですよ。あ、なるほど。これによってもうエーフィーかブラッキーになってしまうんですね。なるほど、じゃあそれはちょっと省いていくと、はい、そうですね、そう省いていくと、実際10キロ歩いてないやつが 96% EV、 これ歩いてないですか。1体、これ歩いてないやつです。じゃあちょっとこれを進化しましょう。でこれの進化でいきましょう。どうします、ゴールドフィンガー任せてもらっていいですか。ちょっと一回最初自分やります。え、最初大丈夫ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、今押したよね。ちょっと見ないでもらっていいですか。ちょっと当てますんで見ないでもらっていいですか。ちょ、本当に当たり技でお願いしたんですよ、これちょっと見ないでください。見てないです、見てないです、見てないです。
ちょっと何が出たかって、お、サンダース出ました。サンダース、サンダース、とりあえずサンダースは OK。 サンダース出ました。はい、技が当たり技が96%、当たり技がサンダースだったら電気ショック10万ボルトですね。なるほど。でまさかボルトチェンジとかそういうのは良くないんですよ。あ、電気電気だから電気電気だって電気しか持ってないですからね。当たりっちゃ当たり、電気になるな。電気当たりっちゃ当たり。いやもうボルトチェンジ、ほらボルトチェンジでも防御系で当たりとかじゃないこれ。ああ、そうですね、防御系で当たり、電気電気だから、まあまあまあ、まあ、これ使えるでしょう。ああまあでも、うん、そうですね、すボルトチェンジで、まあだいぶちょっとスピードは遅いですけど、まあでも十分こう戦えると思うので。そうですね、ちょっと、はい、もうちょっと感謝してもらっていいですか。いや今のところ五分ですよ結構。まあまあまずあのサンダースはこれ揃いましたよね。はい、で次は、石つぶてですね。あ、ちょ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 、まだシャワーズ残ってます、うん、シャワーズ、いやもう いないんですよね。でも87%は87%これいっちゃいましょう。あ、まあ、いいです。あ、じゃあちょっとこれ自分で、じゃあ自分自信あります。いや自信はないです。出せますか。いやちょっと、えっ、わあ押した、またシャワーズ当てますから。だからさっき当てたじゃないですか。当てたじゃないですか。当てたか、当てました、当てました。ちょっと見ないでもらっていいですか。じゃあ横見てます。お、ほら来た、シャワーズ、シャワーズ来た、シャワーズ来た、来た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 、シャワーズ来た。ゴッドフィンガーどう。何ですゴッドフィンガー。水でバカテラいるっつってんのに。いるって言ってんのに、だからまあまあまあ水だからね。まあまあ水水、まあ、しこれシャワーズが出てますね。96%いるんですよ。あとはちょあとはもう全部これ歩かしちゃってますね。ああ、10キロ。石つぶてが 96% と 93% がいます。でちょっと今後の、実装も考えると 96% ちょっと取っときたんですよ。行きましょう。え、行きましょう。これはちょっとすずだ、これあ、でも自信ないなら、あの、あ、僕これ僕やりますんで、ちょっと待ってくださいね。行きますよ。はい、はい、じゃあ自ら押して。はい、で、自信はありますか。ないって言うとやられるんであります。はい、一応岩落としストーンエッジですね。これが当たると少し嬉しい。よし、いった。いや結構岩タイプの技が当たってるやつってないんですよ。あ、なかなかでも出ないですもんね。そうなんです、ストーンエッジって多分何のキャラもいないと思うんですね。結構あれですかね、コローニャとか結構岩硬いですか。ちょ自分で押しましたね。ちゃんとこれ自分で押しました。これ多分当たりますよ。大丈夫です。大丈夫ですか。あ、泥かけてきてたな。危ないな。え、岩としてそっち来るかな。ちょっと見ないでもらっていいですか。あ、ちょっと見ないで。岩としてそのヘッジが、ストレッチが欲しい。超欲しい。これちょっと93%ちょっとあれしようかな。96%やしたとんだな、そば。どうぞ。うわー、だいたい技がちゃダメなんだな、もう。だから言ったじゃないですか。サンダーは、電気飛行タイプになるので、弱点が、岩氷になると思われます。で、今ラプラスが一番いいのかなと思うんですけども、氷の息吹吹雪は、私今、マックスレベルのものを持っておりますので、やはりここでもちょっと岩タイプですね、なんとかしたいので、先ほどゴローニャ、技ガチャ、まあ外れじゃないんでしょうけど、ちょっとまあ欲しいものでは望みではなかったなというところでですね。まあ外れですね。はい。でここちょっと次サイホンも多分、サイドンですねが、岩タイプで弱点をつけると思うので、これ泥かけストーンエッジですね。狙っていきますか。ここはちょっとなんとかしたいところですね。今持ってるのが岩砕メガホンですね。これあれなんですね、あの地面タイプ、これも地面タイプ絡んでるんで、どうします、これ自分でいきます。これはい、 98% いいかな、やっちゃって。本当に大丈夫ですか。いや、やっちゃえ。あ、ちょっと待って、あ、もう遅いですちょっと見ないでもらって、ちょっと見ないで、もういいですか。まだです。
まだです、まだです。まだです。もう出てんじゃないですか。まだです。もう出てんじゃないですか、ちょっと。あ、出てます。これこの間に雨にされてたらさっき、また岩タイプで失敗だ。次はフリーザですね。フリーザに関しては、弱点が岩、炎、電気になるのかなと思います。で、そこで、ウィンディを少し進化をしてみたいと思います。ウィンディは炎の牙ダイモンドですね、が一応これが当たるといいなっていうところです。で、はい、あと2つ、まあ、あと他あれですね、フリーザ対策としてはブースターで、あとやっぱりこれも岩タイプなので、一応このサン、ファイヤー、サンダー、フリーザー、まあ、この辺はちょっと岩タイプが弱点になるのかなっていうところですね。じゃあゴローニャはいずれも3つとも揃えておいた方がいい。そうですね、本当にここの当たり技はもうあればすごく使い道があるのかなっていうところ。当てますか。進化されてる炎の牙ダイモンズ。いいよ、ほら。いやだから炎、いいじゃないですか。炎微妙ですね。これやっぱ同族。いやでもまあまあまあ、でもあの、ね、ゲージ技ってね、あのまず一番使うのでもこの炎の牙だから。あ、まあ炎の牙、まあ、一番使いますね。あ、でもこれちょっと外れました。もう一個でもありますから、これ自分でいきましょう。これ自分でいきましょうか。なんか今日ことごとく全部なんか、そうですね、これやったっていうやつが一個もないんですけど、これ気のせいですかね。ちょっと見ないでもらっていいですか。ちょっとなんかあので純伝説準備とかやって、こう今日進化やらない方がよかったな。なことないです。そんなことないです。ちょっと見ないでもらっていいですか。いや、ちょっと進化自体がもう、もはやもう固まってます。大丈夫です。あれ固まってますよ。押したじゃん今。結局押してません。今スーザンさっき押したやつで、はいはい、なったんですよ。だから自分でちょ見ないでもらっていいですか。あ、見ないです。はいはいはい、はい、ちょっと本向けば大変もんじゃん。見ないでもらっていいですか。あ、見ないで、おすすめしてますって。見ないで、はいはい、これ自分でやってますからね。自分で、あ、ほら、自分でやるとほら来るじゃない。今俺最後押したかも。いや違う。ちょ来た。あ、来た。まあでもちょっと嬉しいかな。これちょっと大事に育てたいですね。すね、はい、あ、ちなみにこれウィンディー、あ、ウィンディーもでかくなりました。ウィンディーでかくなりましたね。ただちょっとカメラマンが金庫が出ましたので、はい、一回ちょっと逃げてみますね。日本丸前ですね。そうですね、日本丸前で金庫です。これ特に率上がってないですもんね。でも日本丸よく出ますよ。そうですね、でも、まあ、で3匹目ぐらい、うん、まあ、クイキング自体が出やすいからっていうのがあるんですけどね。はい、金庫ゲットです。です。はい、ミュウツー対策としては、エスパータイプになると思いますので、悪、ゴースト、虫が、弱点になるのではないのかなというところです。で、一応、私バンギラスの、神々があるので、ちょっとまあそれは、ちょっと取っておくとして、で、まあ、ちょっとストライクでですね、ハッサム、辻切り、シザークロスが、できればもう欲しいところですね。虫虫でってことですね。そうですね、はい、ちょっと自分でいきますか。これ自分でもう基本的には原則自分でいこうかと思ってます。はい、まあまあ後悔はないですよね。後悔はそうですね、自分でやっても後悔するかな。これダメだったらじゃあ、はい、ダメだったよ。あ、見ないでもらってますか。はい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 、もういいですか。まだです。まだ、あ、はい、はい、残念。連続切りはやいと。あ、でも、まあ、連続切りは当たりは当たりですよね。連続切りでも連続切りシザークロスの方がいいんじゃないかな。そうですね、多分ね。
はい、ということで、ジム実装に向けて、今が進化のし時かなというところで、進化やってまいりました。技ガチャ残念ながらなんかこう当たったのかなっていう感じちょっと残念な感じだったと思います。はい、ただまあ今がそのタイミングだと思いますので、それに向けて、弱点ですね、また上げておきますので、それを確認しながら、進化してみてはいかがでしょうか。以上、ジム実装に向けての、技ガチャでした。ここ今日あれですよね、はい、今日の実装で昨日までそうですね、ちょっと待ってください。昨日まであのポケストップだったところがこうそうですね、ジムに変わってますね。はい、ちょいちょいなんかそういうとこ見られますよね。そうですね、何箇所かもともとこの辺ももともとストップだったんですけど、ストップが今ジムに変わってますね。ジム増えてますね。ジム増えましたね。はい、これからちょっとジム本格的になっていくのかなという感じが、もうじわじわとこう準備が進んでいるような形を感じました。はい。